ウエストランダーズ、遊んでいきましょう。さてね、今まで私は変異っていうんですか、こちら現在いろいろかかってますけど、これはね、あえてもう自然にかかってしまったらそのままにして、でラットウェア使ったら取り除くみたいに、これを意識して使うことはなかったんですね。しかしシーズンシステム、それのスコアを稼ぐために、ちょっと変異の草食動物あたりはね、必須になってくることが分かったので、今回ちょっとその変異を得るためにホワイトスプリング、そちらに行ってみて、なんか血清というものが売ってるらしいんですね。でそれを買えば好きな変異を見つけることができると。というわけでそちら行ってみましょうかね。で目的の血清は草食動物、それとエッグヘッドというなんかインテジャーがロックアップするかなりぶっ飛んだ変異がありますね。ただしデメリットも大きいと。その二つですかね。群衆心理はかかってるはずなんですが、今表示されてませんね。ラグかな。血清は必ず売られてないのかな。売られてない場合はサーバーを切り替えて探す余裕ですね。で通常の値段が4000キャップとかするのかな、結構高い。だから安く欲しい人は自動販売機、そこら辺を探すといいのかもしれませんね。場所はサイエンスウィングかな、探してみましょう。あれ、サイエンスウィングへの道が閉ざされてるぞ。こっちではないのか。この場所にしかしありそうだね。これだな。あった、いきなりエッグヘッドの結成で、レシピを持っていれば好きな時に作れますけど、ただし材料が必要なんですよね。結構希少な材料なんで、私に作ることは無理かもしれない。で、あとはやはり血濡れ構成で遊んでる人が多いと思うんで、経験値を稼ぐ場合はこの復権反応、これがねチート気に強いですね。これはとりあえずつけないでいいかな。今回はエッグヘッドしか売ってませんね。じゃあとりあえずこれだけ買って、あとは履歴を繰り返しますか。パークカードの安売り、あれをつけよう。ハードバーゲン。あとはメンタスで安くなるものがありましたよね。カリスマ上げる。あれ、今回持ってないな。メンタスグレープ味でしたっけ。まあないならないでいいかな。キャップは多少余裕がありますからね。値段は3500、キャップは2万ぐらいあるんでね、問題ありませんね。ではこちらを購入。さて履歴したら一発で見つけましたね、草食動物の血清。じゃあこちらを購入しましょう。しかしおかしいな、群衆心理が表示されないんだよな。なんだろうな、これ以前もあったんですよね。では早速使ってみましょうか。まずは草食動物の血清、どうだ、なったかな。あ、増えましたね。そしてもう一つがエッグヘッドの血清。あれ、これって1時間だけ？いや、これ何？使った後って変異のマイナス効果は抑制って書いてありますけど、時間限定でプラスの効果だけ発揮するとか、そんな感じなんですかね。なんだ、ロボットが壊れたぞ急に。まあ、とりあえず1時間は効果アップみたいな感じでしょうね。消えることはなさそうですけど。現在はインテリジェンスが36。これでね、チームを組むとさらに効果が増しますね。現在はすでに変異のマイナス効果は抑制済みで、 25% 強化だから、インテリジェンスも6よりも上がるということですかね、これはね。そして気になるアイテム、今回はクランベリーレルシュありませんが、クランベリーコブラ、通常は 5% アップですが 10% アップなってますね。早速食べていこう。これ効果時間とかどうなんでしょうね。脳みそキノコスープは作ってないな、ちょっと作りに行くか。ちなみに変異はラット X を使うと効果が抑えられてしまうとか。ただしラット X の希釈、あれならば大丈夫なようですね。では脳みそキノコスープ作っておきましょう。インドが4増えるようになってますね。これは恐ろしい効果だな。では脳みそキノコスープを摂取して、現在の効果はこんな感じですね。いろんなものがついてるけど、こちらがポイントだな。30分か、効果は。あまり長くはないんですね、クランベリーコブラ。じゃあこのままデイリーを達成しますか。本日のデイリーは、イベントにオーディオホロテープ。これは、フラットウッズとかで手に入る。あれでいいのかな？クリーチャー15体。あ、今回は簡単だね。ただし、レジェンダリー3体。これがやや時間かかるかな。とりあえずチームを組むか。仮イベント。じゃあ作りましょう。ビルディング。こちらを作成。じゃあまずはフラットウッズあたりでね、ホロテープを回収しよう。30分以内に、レジェンダリー3体は無理だよな。運が良ければ一瞬ですけどね。とりあえずレジェンダリー3体を目標にしましょうね。これだ。旅さんの物語。これ聞かなくてもいいんですね。
スコア獲得。じゃあ敵を倒しに行くか。とりあえずボグタウンあたり落としましょう。定番ですけど。今回ガルパーか。ガルパーを倒していく。硬いな、さすがに。スコーチ化している。ベヒーモス、争ってるね。これを早めに、ベヒーモス撃っておくか。ガルパーが死んで、経験値500ぐらいか。じゃあベヒーモスを狙っていこう。ちょっと遠くて、ダメージ取らないか。ミュータントを倒す。あいつは、溝に落ちましたね。不動の構えになった。さっと倒す。一体で経験値900か。さすがに効果が上がってますね。残り一体か？ほい。まだいるな。ランチャー持ちだ。気をつけよう。あ、ミュータントが、このグレネード、持つようになったんだ。なんかいつの間にか持ってるなと思いきや。このフローターのグレネードね。ちょっと使ってみますかね。あら、さらに変しましたね、今。うろこを取得したと？あ、群衆心理出てきたね。ああ、これなんだろうな。パーティー行くもと表示されるのかな。で、今変したのは、エネルギー耐性がつく。アクションポイントがちょっと減るが、ダメージ耐性も増すと。やっぱ変異は、ちょっと強すぎる気がするな、このゲーム。とりあえず経験値アップだけの変異をつけたいんだけど。現在インテリジェンス43。えらいことになってきた。ベリアで使ってませんよ、まだ。ちょっと使って、倒していくか。前方に行ったいますね。あら、ちょっと敵のレベルが弱いな。22だ。将軍のステーキハウスあたり行きますかね、じゃあ。メンタスベリアジを使って、インテリジェンス48。不屈の装備がね、私1種類ないんですよね。それも入手できたら、50を超えるのかな。いますが、ああ、レベルが低い、なんでなんだ。しかし、スコア、経験値1万手に入ったかな、今ので。フローターでも倒すか、仕方ない。当たらないな。あれ？何にもしないで勝手に死んだ。経験値も入らず。あらら、なんで死んでいくの、フローター。敵が勝手に死んでいく現象が、フローターに発生した。こちらに行ってくれと言われましたね、そういえば。レーダーパンクに。こちら夜か。中継タワーから行ってみよう。目標は北西だが、ここにまず敵はいるかな？レーザータレット、レベル40。敵はスコーチか？経験値はぼちぼちですね。レベル68のスコーチで、経験値が300ぐらい。悪かないね。ここにはスナルギャスター。やつを倒そう。一体か？さっと倒す。経験値は320。あ、この場所か。他のキャラクターではすでに行ったんですけど。まだ動画は公開しないかな。内部はさっくりとね、こなしてしまいます。では助けましょう。逃げろ。これで戻れば、イベント完了かな。またなんかスコア増えましたね。アングラーいますね。あら、レベル低いよ。レベル15か。まあ、それでも、粘着剤は手に入りますから。これで、イベントが完了。ディスタントサンダー、こちらやっていくか。このイベントのスコーチのレベルは、低めですけど。まあ、すぐ終わりますしね。マイアラークと争ってるかな、あれは。マイアラークキングが勝ちそうだな、これ。固まってる。グレネードランチャー持ってるか？あそこにぶち当てよう。グレネードランチャー。うわ、決まった。大ダメージ。さすがにマイアラーク生きてますね。これは先導のグレネードランチャーなんで。一発目はでかいですね。しかし自爆する可能性ある。気をつけよう。ん？バレーガレリアアイボット。こんなとこまで来んの？こいつ。すごいな。こちら完了かな？レベルアップですかね。スコアが増えたけど。報酬は解除。これはパークカードパックかな。では、レーダーパンクに報告する。経験値は1800。なかなかいいね。カボチャクエストはこれで完了。スコアが増えたな。なんで増えた？今。
経験値は1500。お、レジェンダル発見した。レール68。あと狙って、1体目。お宝は猛烈なピッチフォーク。なんてことでしょう。ウエストテックも、いません、ミュータント。では、レジェンダリーを探していきますか。爆弾持ちが、今、レベル68でしたね。今までは結構レベルが低かったんですけどね、こいつは。ちょっと変わったのかな？スコアがアップしましたね。なんだ？大量に死んだぞ、今。開けた瞬間。覇王色の覇気が発動してしまったが、久しぶりに。覇気にやられない。生き残りもいるな。今こいつ、ターミナルアクセスしてましたね。何を見ていたんだ。またスコアがアップしたね。レジェンダル発見した。とりあえず、殴ってみるか。これで2体目だ。ミュータントのピッチフォーク。ピッチフォーク兵が多いな。ここらで武器作業台は、どこにあるかな。ファンデーションとかですかね。奴を倒して、残り奥の1体。48レベル。俺もらった。プロジェクトパラダイス始まってますが、ここのボスは、レジェンダリー扱いになるのかな？有効的な動物が3体いるぞ、今回は。あ、表示された。こいつか。発光ウルフのミドン。これ、3体製造の場合どうなるんだ？あ、ウルフ下に落ちちゃったよ。これ、無敵じゃねえ、ここにいれば。どうなんだ、これ。あ、あそこにいるっぽいな。ちょっとこれ、道がわかんないぞ。いた。あ、クラフトモンスターか。よし、ダメージ与えた。これで問題ないはずだ。いろいろ珍しい植物が生えてるんで、拾っていくか。お、イベント完了した。これ、成功した？初めて成功かな。私は。なんかいいものもらえますかね。レシピ、フォーミュラ P。なんだこれ。経験値はぼちぼちだが。あ、強戦士のセキュリティバトン。しかし、レジェンダリー扱いではなかったのかな？こいつは。あ、違うっぽいね。これだ。フォーミュラ P。レシピだから、薬か、食べ物ですかね。あ、やった。残りレジェンダリー1体。ゴルフスーツを着てるようですが、当たらない。バーツで倒す。よし、これで、デイリー達成ですかね。血濡れの消化斧。お、星3つだ。あー、これは、ぼちぼちかな。悪かないけど。うん、達成ですね。あと、ニュークリアウィンター。本日は、ランクは1上がった感じですかね。ここまで到達した。よし、それでは今回はこの辺で、終了したいと思います。続きはまた次回。